生徒って何人いるんですか?生徒は19人いて、今回参加するのは17人です。あ、18人になっちゃったのかな?なんかやめとったかもしれないですね、もしかしたら。最初30人いたんですよね。生き残りは18名。生き残り18名です。 But, こっちの方がmore good. まずここ。大事なのはここ。ここがくっついちゃうと、こっちがくっつかないんで。 So he's saying eventually you're gonna have to put a bar, and then, well, not this side, probably right here. Oh yeah, yeah, yeah. Both okay. Both okay. Both okay. 次、セカンド。 This is the line I'm going to cut. So I'm setting the depth to be just about 2 millimeters past it, past that hole. It's good enough. 今これ炭残ってるけど、これここの炭ぴったりだから、炭の精度がそんな良くないんですよ。この3面がぴったり炭つけてればうまくいくんだけど、炭の精度が良くないから、いろいろ考慮しながら今切ってるんですよ。 Too big. It takes away so much material in one stroke. ここはもう一番最後。ここはもうずっと残しておいて、ここをとりあえずきれいにして、全部きれいに取って、ここも炭でぴったりきれいに取って、ここもきれいに取って、全部きれいに。一番最後ここやるから。
木を、いいところに配置していくっていうことなんですけど、まあ適材適所に、水回りには赤みの多い材料だとか、まあここは石原立なので、まあ直接石に触れるところは腐りづらい赤みを持っていくとか、あとはまあ家を閉めていく方向に木をこううまく配っていく、まああとは家の理財の方向にこう曲がってるとか、 あとは、まあ、美観状も大切だと思うんで、それもうまく、人の目につくところには、まあ、できれば、木のないようなものを持っていくのがいいかなと思います。この線は何ですか？この線は、この線はですね、今、曲がりを小口に書いて、で、その後に、こう、今、大体こう、配ってって、で、それから、まあ、図面を見ながら、細かく配置していく。 ように配っている。今この点の方向には少し、そちらにめくっているってことを表しています。ここはもう少し強めに曲がっているってことを表すように書いています。すごい重要な作業ですね。家の強度を決める。もちろん墨付け刻みも重要なんですけど、その前の段階として、この気配りが、この気配りを間違えてしまうと、どんなに 墨付け刻みがうまくても、最初はくっついてても、それが離れる方向に、配ってしまえば台無しになってしまうので、その前段階としてすごく大事な作業かなと思います。ありがとうございます。はい、勉強になります。ものすごい重要な作業ですね。じゃあ任されてる作業が。<笑>